ダメだ、立たない。こんにちは。お疲れ様です。お話し会です。オンラインお話し会、意外とあれかも。もしかしたらみんなの声が全然聞こえなくて、アクリルシートみたいなやつ、なんて言ったらいいんですか、ビニールシート、ビニールなんかがあって、全然聞こえん、音が吸収されて聞こえないから、不織布のマスクで、布だとマジで分かんない。だから不織布のマスクで来てもらった方が声が聞こえます。今日初めて行きます。分かった、楽しみだね。声は少し張り目の方が、そうだね、声張ってくれた方が嬉しい。りーちゃん洗うでしょ今日、あんなに言ってたのに今日は来ましたよ今日はちゃんとあれしに、お話し会しにちゃんとやってきました。偉いでしょ。動いてしまうよ、なんかもしかない、忙しいものは、はあ、眠っ。もし気づいても犠牲めはしない、行くはずだったんだけど、体調不良でなかなか諦めました。そうなの、悲しいね。理解に会えないの？次何分からか分かります？みんな。ダンスの方の天気に会える。2時かな？ OK。 14時にやめます。じゃあ耳が諦めるか、すごいたくさん来てくれて嬉しいです。でも今回刀剣がないので、新潟会場は後悔のないように来てください。配信してる。配信しないの？なんで？髪型かわいい。自分でやったフィッシュボーン折り曲げただけだけど。服も可愛いよ、ほら。いちごのエプロンしてる。
見たい。仕方ないな。いや、ここに立てかけられるのか。かわいいって。そう、キンちゃんもがくれたやつ。ちょっと待ってね。わ、キンちゃんな。ごめん、画面用意したかも、みんな。わぁ、キンちゃんな。見たい？そんな。こんな感じですよ。今日会いに来ない人はバカ者だね。今日会いに来ない人は大バカ者だね。緊張してやばい。緊張することはないです。いつも通りで楽しくお話ししてください。解けないんだよね。解けないんですよ。それがボタン、かわいい。かわいいでしょ。今日は用事苦手行けなくてごめんなさい。東京だよ。券持ってる人、もう当日券ないってこと。うん、当日券ない。メイクポーチは見つかりました。わあ、びっくりした。なんで？何の音？
愛い、今日は可愛いって言ってもいいよ。なんか昨日暴れてたから何にも記憶にない。なんか昨日は暴れてた、可愛くて倒れました。さつき、チッチはそうやってすぐ浮気してどっか行くからも知らない。ちょっと可愛い、今日は可愛いって言ってもいいよ。知ってませんよ。だってかず、ああ、皆さんに天井をお届けしています。戻っておいで。だってリカに全然喋ってくれないじゃん。頭の中がぐちゃぐちゃになった。それっていいことなの？なんか変なフィルターかかってる。変なフィルターかかってない。ナチュラルはどれだ。どれ、オリジナルがないんだけど。私の声めっちゃわかんない？変えようと思ってたけど、そんなに褒められるならこのままでもいいかな。ビビ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 聞けなくなる。机にしまってやめようって返信したのに気づくと食べちゃってる。
としてたのにまぶたがやっぱ会いたくなった。全然会いに来てくれないじゃん。全然会いに来てくれないじゃん。みんなが画面用意しちゃう。普通じゃないな、だからちょうだい一かけら、ちょこでと。次は何話そうかな。でも声張ってね、本当に聞こえないから。マジで聞こえないのよ。頑張ります。昨日からってこと？昨日はね、機嫌最悪だったからね、うん、死のうと思った。ガチで死のうと思ったけど、なんとか生きてました。夜明けが見える暗闇の中で汽車を待つステーション、めっちゃ私の声です。生きてるだけで偉い。本当？手を切るだけで偉いです。でも本当にね、マジで無理だった。昨日は もうメイクポーチがなかったことがとどめだったの、うん、その前からずっとわーって溜まってて、それが爆発した。フラストレーションだからもうあれした。あわわ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 。
夕焼けの美しさ。みんなを画面酔いさせようと思って。みんな2回目だよ。行ったり来たりしてるのは飛び出した街と憧れた街、まだの景色は変わらない、流れる自分だけが変わった、踊りになるっていうことは何かになれることですか。刺激はやがてなくなって当たり前のように春が来る。もし気づいても決してやばいブルーなるものが私たちにそのまま見えない風に逆らい進もうとしている、私の人たちに地図なんてない、海流越えて目指している夢見るか諦めるか、シチュパーン、この音が好き。テン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 。もうこういうソロ MV 撮影した確かね、確かね、ない。なんか化粧よでよでだ。ご飯食べたらさ熱くなってしまって、昨日ピロンさん富山行っててツイキャスで抱いてやっちゃう、ちょっとちょっとマジでピロンさんにありがとう言っといて。ピロンさん優しい、好き、みんなより好きピロンさん優しいからみんなより好き気持ち焼いた気持ち焼いた、焼いた？じゃあいいよ、あ、気持ち焼いてるなら許してあげるよ。ちょっと待って、壁見てて。この辺探検させてあげる。あと6分だ。このなんかね、あんまり長いの配信してる。うん、すごいところで配信してる。かわいいね。あれびっくりした今。かわいい。マリちゃんかわいい。すごい、あっちだっけ。うん、大丈夫。ここが漏れるんです。太陽光。でもなんかこの台車があって、ガメコで乗りたい。これは無事なプラグです。それでは第3部おしゃべり会ブース手前までのご案内をお願いいたします。これはブース手前には見て撮影者の注意事項をしたいと思います。マスの間に注意事項をよく読みおしゃべり会へご参加ください。リカのね、これほらお尻を貫通してる。サリーのやっちゅ、サリーのやっちゅ
パーティー第3号おしゃべり会ブース手前までのご案内を開始しております。ただブース手前まで行きなさい。あなた何やってるんですか。ブースの配信見てる場合じゃないでしょ。ねえ、ほら印のところに立って早く。早くおしゃべり会しなきゃ。なんで来てないの。誰現場来てない人。怒るよ。着きました。今次の部門行きます。でもチッチさ、リカと喋ってくれないじゃん。なんかコミュ障を発揮して。恥ずかしかったですじゃないよ。小学生の感想のやつやめて。まあすぐ終わらなきゃ。ランキング読めます。7位ハチさん、6位がモトキチさん、5位がおまめさん、4位がリュウジさん、3位がフリモキさん、2位がタケタケさん、1位がホッカーさんです。ありがとうございます。バイバイ。これからお話し会があるので、皆さんいる方は押さずに参加してください。でもちょっと今日遅れるかも。メイク直したい。ちょっと遅れてもいい。ちょっとだけ遅れるかもしれない。いい3分いい。優しい。みんなありがとう。では行ってくるなりよ。バイバイ。